ジョージ・エドワード・フォアマンはアメリカ合衆国の元プロボクサー。テキサス州マーシャル出身。現在は同テキサス州のヒューストンにあるキリスト教会、ザ・チャーチ・オブ・ザ・ロード、ジーザス・クライストの牧師、憎をも倒すと言われた強打を生かし、1968年メキシコシティオリンピックボクシングヘビー級で金メダルを獲得した。プロ転校後も、 統一世界ヘビー級王座を獲得、防衛した。娘であるフリーダ・フォアマンもプロボクサーとして活動した。次男のジョージ・フォアマン3世もプロボクサー。貧しい黒人家庭で、7人兄弟の5番目の子供として生まれる。成長期は喧嘩、飲酒、窃盗に明け暮れる不良少年で、中学校もまともに卒業していない。16歳の頃、偶然テレビで目にした。 君にもセカンドチャンスがある。という広告に惹かれ、リンドン・ジョンソン大統領が、貧民救済策として創設した職業部隊に加入。職業訓練を受けながら、ボクシングと出会い構成する。アマチュアボクシングを始めてから2年足らずで、国内選考会を勝ち抜き、メキシコ五輪のボクシングヘビー級米国代表選手に選ばれる。1968年10月、 ソビート連邦代表のヨナス・チェプリスをこで、破り金メダルを獲得する。五輪後は、トレーナーのディック・サドラーと契約し、元ヘビー級チャンピオンのソニー・リストンの、スパーリングパートナーを務める。1969年6月23日、プロデビュー戦で、ドン・ウィルドヘイムをサン・アーコシ初勝利。この年13連勝、翌年12連勝。ただし、サドラーの方針で、 無名選手を相手に選ぶことが多く、作られた戦績という見方もされていた。1971年5月10日、北米ボクシング連盟北米ヘビー級王座を獲得。前世紀時代1973年1月22日、37戦全勝という戦績を引っ提げ、WBA、WBC 統一ヘビー級、タイトルマッチに初挑戦。 29戦全勝のチャンピオン、ジョー・フレイジャーから 1R に3度、2R にも3度のダウンを奪い、ニキコで王座を獲得する。当時最強と言われた、フレイジャーを叩き潰す試合内容は、キングストンの三撃と呼ばれる。1973年9月1日、東京、日本武道館で、ホセローマンを1アーコで下し初防衛。百七十四年三月十六日、 モハメドアリの顎を砕いた男、ケンロートンを鬼キコで下し二度目の防衛。フォアマンタイアリセン1974年10月30日、ザイールの近射差で、元王者、モハメドアリと三度目の防衛戦を行う。序盤から圧倒的に攻め続けながら、ロープ際で防御を固める、アリの先鋒にはまり、体力を消耗。8R に逆転こされ、王座から陥落し、41戦目での、 キャリア初黒星となった。1年以上休養した後、1976年1月24日、ロンライルとナブフヘビー級決定戦を行い、ダウンの欧州の末ゴアーコ勝利する。その後、フレージャーとの再戦を含めて4連勝する。1977年3月17日、勝てば、アリエの最長戦権を得る試合にこぎつける。場所は、プエルトリコンファン、相手は、 隠したのジミー・ヤングだった。一方的にヤングを攻めたが、その日は異常に熱く、試合中盤に失速し、最終ラウンドにダウンを喫して、判定負け。ヤング戦の試合後ロッカールームで混沌し、イエス・キリストの存在を感じる、神秘的な体験をしたことを契機に、キリスト教に目覚める。28歳でボクサーを引退し、キリスト教の牧師に転身する。引退後は、 ヒューストンの自宅近くに教会とジョージ・フォア・マン・ユースセンターを開設。しかし、施設維持費のほか、4度の離婚の医者用、養育費、雇っていた会計士の横領事件などによって、資金難となり、10年ぶりに現役復帰を決意する。1987年3月9日、スチーブ・ゾースキーを4アーコし、復帰戦を飾る。現役復帰を発表したときは、 10年のブランクに加え、体型も明らかに肥満していたため、多くの人々は、正規化と嘲笑したが、復帰後24連勝して、ヘビー級、タイトル戦線に再浮上する。1991年4月19日、ザバトル・オブ・エージスと題された一戦で、イベンダー・ホリフィールドの持つ WBA ・ WBC、IBF 世界ヘビー級王座に挑戦。 14歳年下の王者を相手に激しい打ち合いを展開し、判定負けするも賞賛を受ける。1993年6月7日、トミー・モリソンと空位だった WBO 世界ヘビー級王座を争うが、大差の判定負け。その後1年以上ブランクが続き、引退も囁かれる。世界ヘビー級王者帰り先の頃1994年11月5日、 WBA IBF 世界ヘビー級王者、マイケル・モーラーに逆指名され、復帰後3度目のタイトルマッチに臨む。劣勢の中で 10R に逆転のミニストレートでモーラーを越し、20年ぶりにヘビー級タイトルへの帰り咲きを果たした。45歳9ヶ月での体感は、ボブ・フィッシュモンズの40歳3ヶ月を上回る最年長王座獲得記録となった。勝利の瞬間。 コアマンはコーナーポストの前でひざまずき、神に感謝した。1995年3月、WBA から指名されたトニータッカーとの対戦を拒否し、WBA タイトルを剥奪される。同年4月、アクセル・シュルツを破り、IBF ・オーザ・ボーエイと共に、WBU 世界ヘビー級タイトルを獲得。同年七月、IBF から指名されたシュルツとの再戦を拒否し、 IBF タイトルも剥奪される。1996年11月3日、東京米 NK ホールで、クローフォードグリムスリーと対戦し、WBU 王座防衛と共に、今世界ヘビー級タイトルを獲得。1997年4月26日、ルーサバレーセを破り WBU 王座を防衛するが、これも返上する。1997年11月22日、 WBC 世界ヘビー級王者レノックス・ルイスへの挑戦権をかけてシャノン・ブリックスと対戦し 12R 判定負け。以後、リングから遠ざかるが正式な引退表明はしていない。また、自らの名を冠したバーベキューグリル、ジョージ・フォアマングリルをヒットさせ、TV ドラマや CM に出演するなどビジネスでも成功を収めている。ありがとうございます。